はい、こんばんは。中3の英語ですね。過去問統一ね、次回が本番でございますのでね、まあ、過去問としては3回目ですね。3回やってもらうとですね、まあなんだか似たようなものが出てきてるな、うん、そんなものも分かってきましてですね、まあより得点もできるんじゃないかなと、まあ期待しているところではあるんですが、まあとにかく今日、大問6、7、そして8、9かな、この後ね、また書き直しまして見ていこうかなというふうに思っております。はい、じゃあね、相変わらずこれ、もう、これ何度もやってますよね。はい、ですからいけるぞ。はい、he is alone with his dog now. ね。はい、動詞が来てたらどうするんでしたっけ？三単元の S か ING か過去形か。うん、これですよね。はい、now だから現在。はい、he が三人称単数だけど、is B 動詞が出てるんです。はい、ってことはね、B 動詞にはもうね、ING。はい、B 動詞に ING の、はい、現在進行形ということでいいのかな。はい、ですから run。ね、run は N をもう一個書いての ING で running。ね、こんな形にしてあげるんでしたよね。はい、ということで running。はい、March is the 3 months of the year。ね、はい、もう数字が来たら、数字が来たらもう絶対助数にするでしたよね。はい、数字が来てたら絶対助数。はい、3だから first, second, third ね。はい、ですのでここでは third, third ね。っていう風に入れてもらえればいいんだよ。ね。もしだから one なんて来てたら first, 2なんて来てたら second。はい、こんなのが入ってもらえればということでした。はい、カッコ3。はい、もう、this。もう、これも散々やりましたよね。もう、this が来てたら、もう、複数形の these と入れてやりゃ、もういいんですね。はい、ちなみに、前回ありましたよね。that と来てたらどうしましょう。はい、that と来てたら、those でした。those。まあ、ともにですね、複数形にしてあげるというところでいいわけなんですね。はい、ということでございました。はい、どうでしょうね。この辺もね、本当に繰り返しやったようなところですので、もうそろそろ見ただけで一瞬で分かってもらえるんじゃないかなと期待しております。さあ、7番ですね。今度はね、何か言葉を入れてあげなくちゃいけないんです。そうすると、e, me. ね。で、do you have a pen? ね。e, me. と来て、あなたはペンを持ってますか？ということですね。そしたらね、もうこれはね、何か e から始まって、なんちゃら me と来たら、もうこれは excuse ですよね。はい、excuse me ですんませんという言い方。はい、ですので、excuse なんていう言葉を入れてあげた。ね。すいません。ペン持ってますかなんていうことですね。やっぱり毎回と言っていいほど出てきてる。まあ形を変えてね、今回はこういう穴埋めの問題だったけれども、いろいろな聞き方ね、例して、この excuse me っていうのもよく出てきてる問題ですね。はい、次行きましょう。Which is your cap? The red one? The blue one? ということで疑問文か。ね。で、あなたのキャップ、帽子だね。あなたのキャップ、どっち？どれがあなたのキャップですか？帽子ですか？って言われて、あの、赤いやつ？青いやつ？っていう風なことになってるのね。はい、ですから、これは、あんたの、どっちがあんたのキャップ？赤いやつ？それとも青いやつ？そう。だから、それともということでね、はい、おわ、なんていう言葉を入れてあげよう、ということでした。はい、そして、who is that boy? ね、あの少年誰、誰ということになったのね。はい、で、do you know? なんとか。ね。まあ、つまり、あの少年誰なの？その少年のこと知ってる？で、その少年知ってる？っていうような意味だよね。はい、ですから、その少年、that boy を指しまして、ここでは boy だから男なんだよね。はい、ですから、つまり彼を知ってるかっていうところでいきたい。動詞の後ですから目的語としてね、ですので he, his, him 目的格で持っていきましょう。はい、do you know him? なんていうことで、あなたは彼を知ってますか？なんていう風になったんです。はい、ということで引き続き8番、9番です。8番は並べ替え。9番が英作文の問題ということでね、今回これね、今年の問題今回やってるんだけど、今年です。前回、去年の問題をやってるから、一番新しい過去問の中では一番新しいものなんですが、これね、英作文が入ってきましたね。ですからちょっと難度としては難しくなってきたのかなっていうところではありました。はい、ではね、じゃあまず並べ替えからいきましょう。あなたはどんなスポーツをしますか？あなたはどんなスポーツをしますか？ What と言ってあるね。はい。そしてね、これがですね、本当にね、何度もやってるんですけど、まあ、間違うんですよ。はい。どのように間違うか。
はい、What? あ、疑問文だよね。あ、だから What から始まって、あ、Do you play? で、What do you play sports? と書く。はい、これのミス。はい、これ間違いですよ。ね、はい、これね、あなたはどんなスポーツ、はい、どんなスポーツをしますかなんです。はい、どんなスポーツ、そう、つまりね、疑問詞の後に名詞が突っ込まってくるっていう書き方があるわけよね。What time とかだってそうですよね。何時なんていう時 What time ね。それから、どの季節が好きですかなんていう時 Which season do you like とかね、言ったりもしますですね。はい、そんな調子で疑問詞の後に名詞が来るパターン非常に苦手としますね。はい、ですから今回正解としては、はい、この Fat がまず入って、まあ確かに Do you 期待気持ちもわかるんですが、はい、ここでスポーツと持っていきましょう。What sports? で、どんなスポーツ、何のスポーツ、どんなスポーツを、はい、Do you play? で、あなたはしますかということなのね。はい、ですから、What do you play sports じゃないのよ。What sport do you play? ね、こんな具合でいきましょう。はい、それでは次、一緒に音楽を聴きましょう。あ、これはね、さすがに間違いは少なかったようですよ。ね、何々しましょうということですので、このレッツから始めてあげればいいわけだよね。はい、ですので、はい、レッツね。まあ一応、レッツ、命令文ですから、動詞の原型から入ってきますね。はい、そして、listen to 何々で何々を聞くということですね。はい、そして、music。で、まあ、together、ね、をつけて、ね、最後はあげればいいわけだね、ということで。で、Let's listen to music together ということで、これは、まあ、比較的よくできてたかなと思いますですね。はい、なんでこいつよ。What sports? What sports? What sports? ね、Do you play? とか、ね、こんなところでの、ね、名詞が入ってくるっていうパターンに慣れてください。さあ、そして9番では、もう、まあね、まるまる英作文ですね。このカバンは小さすぎます。実は、前回やった過去問の中で、こういった並べ替えの問題だったかな、あったんですよね。はい、ですからね、まあ書いて欲しかったんだけどもね、なかなかこのやっぱりね、何々すぎる、何々すぎる、これがいけないね、いけないね、書けないね。だから例えば、this bag、このカバンは小さいだったら、this bag is small でいいわけだよね。だから、小さすぎるだからよく、very small なんて入れてね、まあ、とても小さいという意味で、まあ、なんとか、書いたと、ね、いう人もいるんだけれども、はい、何々すぎるっていうところでね、はい、to という言葉、はい、思い出した、to、文末の to で何々もじゃなくて、この例えば、ね、こういった形容詞の前につけて何々すぎる、つまり、大きすぎるだったら too big。はい、小さすぎるですので too small と使ってみようかというところだね。はい、ですので、まずこのカバン、this bag。はい、what is? はい、そしてここで too と使いましょう。too small ですね。はい、too small。this bag is too small。はい、こんな具合よ。ね、何々すぎる。はい、次。あれは誰の自転車ですか？はい、誰の自転車ですか？はい、誰のっていう疑問詞なんだっけ？誰だっけだったら who だけれども、誰のなので、はい、さらに誰の自転車と来てるわけね。はい、ですので、はい、ここでは whose という言葉を使ってあげて、はい、で、自転車続けましょう。whose bike? whose bike? そして、あれですから is that?Whose bike is that? ね、whose bike is that? ね、いうところですね。はい、彼は昨日夕食を食べませんでした。はい、彼は he 食べなかったんね。否定で過去だ。はい、過去だから did not, didn't だね。食べればいいという、まあ、have を使うならどうぞ have を使ってもらってもいいでしょう。はい、そして何食わなかったんだ？あ、夕飯か。はい、dinner ですね。はい、そして最後に昨日ということで yesterday ね、なんていう風につけてあげるということでしょうか。ね、he didn't eat dinner yesterday ね、こんな具合でございました。はい、それなんでね、やっぱりこの、まあ何度も言ってますが、で、どんなスポーツ、what sport、それから何々すぎるの to 何々、はい、こんなところを今一度確認しておいてもらってね、まあ、まあ出るか出ないかわかんねえけどね、でもやっぱり狙われてくるようなところじゃないのかなというふうに思います、ということでした。はい、ということで次回ね、一回お休み入りますがね、統一テストね、数学英語ということになっております。頑張っていきましょうね。では一旦こんなところです。